よろしくお願いします。どうぞ。大阪に住むナスミンさんです。ドラマみたいにはなくならないってことをよくわかりました。最後全然喋れない。だからなんか妹とも言ってたんですけど、ありがとうって言われてないよねみたいな。なんかナスミンさんのお母さんが亡くなったのは2年前。白血病が見つかり余命4ヶ月と宣告されていました。2ヶ月半ほど休職して自宅介護の末看取りました。遠く埼玉で暮らしていた母。みんなに迷惑をかけないような生き方をしたい。できれば人のためにも働きたい。あー素晴らしい。さすが看護師。死ぬまで看護婦。普段から自分の生き方をしっかり伝えてくれる人だったといいます。白血病の治療のため入院していましたが、当時はコロナ禍、面会はできず話すことができませんでした。そんな中、久々に会った時に母が家に帰りたいとこぼしました。自分も母のそばにいてあげたい。ナスミンさんは妹と一緒に家で看取ることを決めました。訪問看護師や訪問診療の医師などを手配し家に連れて帰りました。しかし医師から想定外のことを言われたのです。亡くなる2週間ほど前から起きる可能性のある症状についてです。もう突然口から血をバーって吐くことがあるとか、うわーって痙攣してなんかもうビーンって なるよとか言われて、すぐ電話してくればいいよとか看護師さん言ってくれるけど、看護師さん来るまでのタイムラグ、この間に私たちはおたおたしてるだけですかみたいな。家だったら手遅れになるじゃないですか。その不安ですよね。最後まで家で見とれるか迷うようになったナスミンさん、さらにもう一つの想定外が。一緒に母を見てきた妹が不安を口にしたんです。できるお姉ちゃんっていうのを結構言われてて、私たちだけでできると思うって何回も言われて、やっぱりこれ以上になったらちょっと無理だよね素人にはって。ホスピスへの入所も考えましたが、悩んだ末に家で最後まで看取ると決めました。ハッピーバースデートゥーユー。家に戻っておよそ2ヶ月後、88歳の誕生日は家族で祝いました。そのおよそ10日後、母は血を吐くことも痙攣することもなく旅立っていきました。頑張れ頑張れ、おめでとう、 看取りをすることに対してみんなで悩んじゃって、確かに何が正しいのか分かんなくなったこともあったんですけど、やっぱり母は最後のあの穏やかな感じを見てね、家にいるんだなって思ってくれてるなって、のが分かりましたね。だから良かったなって思います。完璧な看取りなんてないです。反対に絶対失敗しちゃった看取りもないですね。その人のことを思ったり悩んだり、でそのことがその見送った人、残された人がこれから人生を歩む時の力になっていくこと、これがとても大事だと思いますね。私たちは死の素人、できるかできないかなんてプロに任せればいいんですよ。そんなのはプロが考える。で死ぬことを看取るって考えるとドキドキしますよね。でも在宅の看取りっていうのは生きてきた人、生き抜く人の生きるを見届けるんだって、そういう気持ち、そっちが
すごく大事、死を見とるじゃなくて生きるを見届けるんだっていう気持ちを持っていただきたい。そしてもう一つは、本当に私は見届けたいのか、私はそういうことをやりたいのか、やりたくないのか、やっぱり自分の気持ちに正直に向き合うからこそ親御さんも正直に答えてくれるので、大事なのは本当にやりたいのか、やりたくないのか、やりたくないことはしない、本当の気持ち、自分がたどり着いて親御さんの本当の気持ちにもたどり着けると思います。